どうも。自己紹介だけしようくない？なんとなく見てるやつ。そんなずっとないけど。こんにちは。ね、すぐに決まってる。今何しとるのさ、今。翻訳類、確かに。公演終わりです。ピント。睡眠時間どのくらい？今日ね、1時間半くらいなんやけど、やばくない？要はそれで起きれたの。この机いつ直んの？なんで？この机いつ直んの？どういうこと？これおー、やばいな。え、ここだってぐるぐる巻きやもん。やばい。北海道、妹行ってたな、修学旅行で。弟し。みんな、何してますか？公園見てくれましたか？七歩見せてくださいって言われちゃったよ。めちゃパツにしたよな。誰が？七歩。うん。めっちゃいい。マジ？ずっと思ってたよ。絶対ちゃパツいいやんってずっと思ってたよ。昔から。昔から？昔からずっと思ってた。いつの時代？1年半前くらいからしてほしかったよね、ずっと。ブリーチはさすがにな、あれやけど、うん、何色？だからいつもさ、もうちょっと茶色にしてくださいって言ったら OK 適当にやってる。あのね、揺れるのは仕方がないんですよ、これ。支えるやつがもうな、グニャグニャこれ。支えるやつっていうか、もう机やろ。うん、そう。ごめんね、酔うよね。ブルーブルーク人です。どっちに酔うか分からん。明るいのと。え、絶対明るいの。マジ？うん。どっちがいいの？ずっと。絶対明るい方に。金とかそういうさ、ハイトーンはマジ似合わんと思う。あれやな、ブラウン。うん。やな。ちょっと暗め、暗めの方がなければ見落とし。なんて言って染めてる？最初はなんかアッシュグレーみたいにしてるけど、気づいたらなんかもうちょっと茶色。今日もキュルキュルで可愛かった。本当に？ありがとうね、来てくれて。ごめん、めっちゃ揺れるよな。ごめん。でもいつかやりたいな。今何歳？19。だいぶ食べるけどやばい。今日は笑顔にならない。かな。なんか今日変でさ、目がなんか今日変じゃない？たまにあるよね、なんかアイシャドウ違うやつ使ったらさ、キラキラしすぎてなんかピーってなってる目が。目がピーってするときあるのよね。つってるんかな。食べるの早ない。マジ？分からん。あのちゃんだいぶ治ってきた。ネイル黒にして黒かな、線かな。なんかこの前公園ミックスジュース出た日に夜に体重計乗ったら前の日よりも0.8kg。 なんか目がピッて、なんかなんていうの、なんかキラキラね、ここに乗せたりしたらね、ピーってなのよ。する。15分ってたら終わるよ。仮眠取れん人。ベッドじゃないと寝れない。次、何なの？毎日測ってる。じゃないと気がする。ハーフアップです。髪型何しようかな。次、うん、何がいいと思いますか？うん、最高の煽りってさ、うん、何が正解だ？ちょっと今日ミスったやろ、最初。何がミスかとか思ってた。なんかさ、ハッピーになりましょうのさ、タイミングが絶妙すぎてマジ？うん、
入るタイミングが分からなくなった。うん、分からんかったもん。うん、なんか途中の感想みたいな、うん、ところもなんかあれってなんか分からんのやけどあれ正解難しい。ハーフツインかお団子。めっちゃアップルトムランだね。ハーフツインか。ポニーテールにしようかなと思ってたんやけどさ。どうする？ポニーテールかな。やっぱ。ね、あと一回。マジもう。2回か。ここ汗でさ、気持ち悪いよね。髪の毛。あれ練習したん？練習したんよあれでも。めっちゃしたんよ。めっちゃ揺れるな。55分経った15分経ったから。夜また公演終わりやる、うん、髪切らないの。切らないからまたその時にお会いしましょう劇場にシャワーないの。シャワーない。え、作ってほしい。めっちゃ無理かな。うん、すがしある。あ、でも無理やな。みかな自分の家以外のお風呂入れんからめっちゃ新築とかじゃないと。あ、アイス。アイス。おお。アイス、アイス。最近アイス買ってきてくれる。しかしげさん。そうなの、うん、大量にアイス。みかなアイス食べ過ぎじゃね。え、食べ過ぎじゃない。わかるで。でもうち深夜に3つ食べて。やばいな、うち夏でも。え、でもな、昨日な、うん、朝3つ食べて、うん、夜1つ食べて、うん、深夜に3つ食べたから。え、頭おかしいやん。マジ腹壊すで。でもわかるけどな、その気持ちも。わかる、うん、やばいよね。朝ごはんアイス。そう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 。わかるわ。しかも全部ハーゲンダッツ。え、ちょっといいの食べてるのなんだ。いや、美味しいから止まらんのよ。いや、ハーゲンダッツをずっと食べてるのやばいな。というわけで終わろうと思います。また終わったりするので待っててください。ではランキングを見ます。では、ゆうさん、ゆらゆうさん、ありがとうございます。12位がゆうさん、めっちゃ売れてるな。11位、カレちゃん、ありがとうございます、うん、これさ、サリナちゃん、ありがとうございます。なんか綺麗出てきてちょっと。松田さん、ありがとうございます。8位が彩音ちゃん、ありがとうございます。7位がもこちゃん、ありがとうございます。6位がマンコールさん、ありがとうございます。何味が好き？マロンタルト。5位がイカルン、今ありがとうございます。7位がアーセリーちゃん、ありがとうございます。ストックでさ、10個くらい買ってたのもうなくなったんやけど。2位がミュー、ありがとうございます。じゃあ、かんつきさん、ありがとうございます。好きなゲーム、そんな、あの、仕事でしか。ありがとうございました。香水つけてる。今の話。そうだね。つけてるけど。ウルファイも、みんな見てね。ありがとう。バイバイ。配信を終えたアイドルの裏側。やめてよな。やめらしい。出会えぞ。付け爪、自分の爪、自爪、うん、だからね、こことここね、ちょっと折れちゃった。
かなナイス。七歩と同い年。七歩が一個下。十八かな九。テレビつけながら寝てますか。なんで知ってんの。テレビをタイマーで切るようにして寝る。でもさ、基本90分タイマーとかでさ、寝る前にやって、でもマジ寝れんから、基本ね、まだ寝てない時にブチって切れて真っ暗になって、あわ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 、真っ暗あわあわってなる。何も見えない、あわあわ。豆電球とかもつけてないからさ、なるんすよね。でもね、ベッドのね、なんかちょっと間接照明みたいな感じをつけたりはする。ベッドの近くの。あ、ごめん、マジごめん。どうしよう、ごめん。なんかテレビついてる方が寝れるんですよね。なんか物音がさ一切ないよりかはさ、ちょっとなんか人の喋り声とかした方が寝やすくて。今何分経ちました？配信始めて。13分、オッケー。もうちょっとね、メイク直しとかするんで、もうすぐ終わりますか。夜公演も見てください。 DMM 昼見たかは知らんけど。酔う？これごめんね。デトックス T シャツ、これそうか、これデトックスって書いてあるのか、はずいな。かわいいよね、もうさ、文字とか読まずかわいいからさ、くっついた。デトックスってちょっとはずれて、後から買って思った。大丈夫？夜はポニーかな。ドアに油さしてギーってうるさいから、ギーって音あるような。なんかさ、コナンのさ、扉の閉まる音くらいしてるよな、ここな。高めのツインテールもいつか見た。高めのツインテールなんかしたら、みかなアニムになっちゃうやんけ。いないいないバーの、いないいないバーじゃない、なんやっけ、あのなんやっけ、なんちゃらこうちゃら、あのEテレのアニムになっちゃうからさ、あのアニムで登場してもいいっていうならいいっすよ。なんやっけ、あのグーチョコランタンのアネムが登場してもいいならいいですよ。ミカナが嫌なんですけど。じゃあドロドロ帰りますか。うん、初めてのさ、この公演の昼夜公演、2回公演だからちょっと怖いっすけど、
頑張ってきますね。はい、ランキング読みます。13位ゆうちゃん、ゆうさん。12位トップティーのお、なんすか、おしょうさん。11位なおゆきさん。10位だいすけさん。9位ひーひゃんさん。8位くるみちゃん。7位みかなだいすきさん。6位6位元気さん。5位あきららじいてぃさん。4位エレンちゃん。3位かずのぶさん。2位ゴンちゃんさん。1位さとさん。ありがとうございます。皆さん公演も来てくれて、うちわやサイリウムも売ってくれてありがとうございました。本当に嬉しいです。みんなが来てくれたら頑張ります。ありがとう。じゃあありがとうございました。ごめん揺れるな。ありがとうございました。